皆さんこんにちは、奈良岡二子です。今回の動画は皆様へご報告がございまして、こちらの動画を作成しております。私奈良岡二子、もうすぐ31歳になりますが、私写真集を発売することが決定いたしました。しかも3冊同時に発売させていただきます。まあね、どうしてこうなったかっていうこととか、あとどういった内容の写真集かっていうところをね、少しお知らせさせていただければと思います。まあ写真を見せるのが一番早いので、まずこんな感じです。こちらまあキービジュアルということで、これがね、まあ使われるか使われないか、表紙になるかとかはね、ちょっとまだわからないんですけれども、こんな雰囲気で撮っております。いや見たことないでしょ、こんな感じの写真集。っていうのも今回は普通の写真集では面白くないんじゃないかということで、ビニ本というものをね、ちょっとねモチーフに今回写真集を作成させていただきました。なので実際写真集発売っていうよりビニ本3本出るっていう感じなんですけれども、そもそもビニ本知らない方多いと思うんですけれども、昔ですね、1970年前後みたいですねに発売されていた、ビニールに包まれて中身が見えないように売られていた、書店で売られていたエッチなスケベな本のことをビニ本って言うんですけど、全裸監督のドラマの中でも登場した、やっぱりもうその時代特有のもので、それのリバイバルというかインスピレーションを受けて、今回3つの、まあ、作品ですね、私にとっては今回のこの3種類全部ドエロいです、ごめんなさい。未成年の方はちょっと控えた方がいいぐらいドエロいです、ごめんなさい、先に謝っとく、エロい。そしてこちらの発売時期なんですが、9月の26日を予定しております。私の誕生日です。31歳の誕生日を迎えるタイミングで、写真集をね3冊、発売できるということは嬉しくもあり、ちょっと恥ずかしくもあるんですが、私自身すごくなんか素敵な作品ができるだろうなと実感していますので、ぜひ皆さんにも、ぜひ皆さんにも見ていただきたい。まあもちろんすごくドスケベな内容ではあるんだけど、私自身は結構アート的な要素も感じるし、あとそもそもそのビニ本自体の、ね、参考にいろいろ見させていただいたんですけど、まあそういったところから本当にこう女性のかっこよさ、美しさ、もういろんなものを吸収させていただいて、私もそれに近いものを作りたいという思いで撮影に挑みましたので、ぜひ皆様チェックをよろしくお願いいたします。そして発売イベント、こちらもございまして、皆様と直接会えるリアルイベントも予定しております。9月の28日、こちらにですね写真集をご購入いただいた方はもう来ていただいて、サイン入れたりなんなり、もうやっほーなりなんなりできるようなイベントを開催予定ですので、そちらももうすでにスケジュール開けといてね。で場所はね東京になるかと思いますので、ちょっと遠くて行けないよとか、その日はどうしてもという方はご安心ください。9月の26日私の本当の誕生日の日ですね、発売日にネット配信がございます。でそちらでサイン入れたりだとか、皆様にありがとうみたいな感じで言ったりするのは購入いただいた方のみが閲覧できるようなサイトになりますので、そちらでもねちょっと皆様とおしゃべりしながら、ちょっとなんかもううん、しっぽりさせて予約販売とかではないので買える期間はまだあるんですが、私のモチベーションが全然変わりますので、ぜひ皆様先行で早めにお申し込みいただけますとめちゃくちゃ励みになりますし、やっぱりね今までのこう感謝だったり、今回のね皆様にこう感謝を直接お伝えできる場ってね、なかなか私自身今までもなかったので、やっぱり皆様にお会いしたいし、ありがとうとぜひ言わせてください。よろしくお願いします。ということで9月26日に発売となりますが、またそれまでもねプラスアルファのお知らせだったり、撮影の裏側のね Vlog とかも今後出していこうと思いますので、ぜひ期待値上げてお楽しみにしていてください。あ、ちなみにビニ本って B5 サイズなんですね。小さめのこれぐらい、これぐらいのサイズなので片手でめくれるんですね。だから片手が開くんですね。ですからそもそもビニ本ってね、片手で持って片手でしこ、だそこも忠実に取り入れて B5 サイズでお届けしておりますので、奈良岡しこ、あ間違えました、奈良岡二子のビニ本、ぜひコンプリートよろしくお願いします。キービジュアル見て思ったと思うんだけど、私とは別人のような方を私自身ちょっとこう演じて撮影に挑んだ部分があるので、なんかこう3つの物語を見るような感覚、かつ
いつもの奈良岡ニコとは一味も二味も違うぜっていうのをね、お届けできるように作っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ということで今回はお知らせの動画になったんですけれども、最後まで動画を見ていただいてありがとうございます。概要欄からチェック、もう早めにお申し込みよろしくお願いします。はい、ということで、次の動画でまたお会いしましょう。さよなら、バイバーイ。